降雪のエリアは熊本県の阿蘇地方のみということで、宮崎県との県境が降雪の予報が発表されております。でこれも午後にはですね、やむ予報となっておりますので、それほど降り積もるような雪ではないと思われますが、ウィンディの ECMWF モードにおきましてはですね、 え3時間ごとの降雪量がかなり3メートルのところがありますので、山間部では、えー、降り積もる可能性もなきにしにもあらずというところでありましょうか。3.3センチのところもあるということですね。地震がありましたね。本日28日のですね、8時59分と気象庁は発表しております。マグニチュードは4.8。震源の深さが80キロで、震央地名、えー、つまり震源地が東京湾であると。 表がなされております。このバツ印の位置ですね。都道府県別に震度が記載されておりますが、最もですね強い震度を読んであるということで一覧が表示されております。もちろんここ茨城でもですね地震がありましてですね、まさすがに家財道具は倒れなかったんですがあ、いろんな書類が散らばった状態であると。 いうことですので、今後の予震には気をつけていただきたいと思います。降雪速報。降雪速報の時間がやってまいりました。2024年1月28日日曜日朝10時52分52秒現在のこれからの降雪、週間天気予報並びに積雪の深さ及び寒気の南下とウィンディーによります 世界各国の気象機関による降雪予報。徹底比較をしながら最新情報を速報でお伝えします。それでは気象庁の週間天気予報から見てまいりましょう。本日1月28日午前11時に発表されたばかりの最新情報。 まだ時間はですね、54分49秒なんですが、10分ぐらい前になるとですね、気象庁は、天気予報の最新情報を更新してもらいます。で、本日28日日曜日のですね、九州地方なんですが、えー、降雪の範囲狭まりました。朝はもうちょっとですね、降雪の範囲広がったんですけれども、今現在降雪の予報が発表されているエリアは九州の内陸部、熊本県の阿蘇地方となっております。 雪か雨のち晴れとなっておりますから次第に晴れる予報となっております。雪か雨昼過ぎから曇りのち晴れところにより昼過ぎまで雷を伴う予報が熊本県の阿蘇地方の天気予報となっております。えそれ以外はですね概ね、えー、晴れか雨の予報となって。 ておりますが熊本県の熊地方雨か雪のち晴れとなっております雨か雪昼過ぎから曇りのち晴れところにより昼過ぎまで雷を伴う予報となっておりますのでご注意をいただければと思います九州地方以外はですね、えー、北海道地方のオホーツク海側と日本海側北陸地方新潟県と中央高地、長野県の北部で曇り一時雪か雨の予報が発表されております 新潟県は曇り時々雪か雨の予報。北海道地方、網走、雪のち曇り、えー。宗谷地方、雪のち曇り。後ベシ地方、雪時々やむ予報となっております。明日二29日の月曜日、太平洋側ではおおむね晴れ間の広がるエリアがですね広く予報されております。 北海道のオホーツク海側と日本海側の一部で降雪の予報え。さらに新潟県の中越地方で降雪の予報が発表されております。曇り一時雪か雨の予報。新潟県の中越。え今申し上げた以外のエリアはですね、おおむね太平洋側で広く、うん、晴れ間の広がる予報え。30日の火曜日、さらに降雪の範囲が狭まります。 北海道の日本海側、留萌地方で雪、あ、失礼しました、曇り一時雪の予報が発表されております。えー、太平洋側、西日本エリアはほぼ全域ですね、えー、それからあ北海道から東日本にかけて、北日本から東日本にかけても、太平洋側で、えー、晴れ間の広がり予報となっております、えー。31日の水曜日、西日本エリアから天気が下り坂、崩れ始めております。 東北地方の日本海側、青色でプロットされております傘マークがついておりますが、青森県、曇り一時雨か雪、秋田県、曇り一時雨か雪、山形県、山形県、曇り一時雨か雪の予報が発表されております。1日の木曜日、北海道の日本海側と東北地方の日本海側で降雪の予報、白色でプロットされているエリアが予報されております。青色でプロットされております、 北陸地方、新潟県、曇り一時雨か雪の予報、石川県、曇り一時雨か雪、富山県、曇り一時雨か雪、福井県、曇り一時雨か雪となっております、えー。2日の金曜日、降雪の範囲が広がります。北海道地方、北陸地方、東北地方、近畿地方の北部に至るまで、広範囲に降雪の予報が発表されております。 3日の土曜日、降雪のエリアは予報されておりません。北海道の太平洋側、釧路地方で晴れ間の広がる予報。東日本エリア、関東地方から東海地方、近畿地方南部のあたりは晴れ間の広がる予報となっておりますが、えー、ここ以外は、今申し上げた地域以外はおおむね曇りの予報となっております。4日の日曜日、えー、また西日本エリアからですね、天気や下り坂、雨の予報となっております。 晴れ間の広ぐり予報は北海道の十勝地方、東日本エリアから北日本にかけては、おおむね曇りの予報となっております。西日本エリアは降雪の予報は、4日は発表されておりません。これがですね、気象庁の週間天気予報、本日28日から2月4日までの最新情報となります。 それでは今後のですね、雪、積雪の深さをプロットした画像をご覧いただきましょう。本日28日日曜日の午後4時までの予報を含みます。で九州地方、降雪の予報が発表されております、えー、熊本県の熊地方、えー、ですから、宮崎県と県境のあたりにご注目をいただきたいんですが、えー、お昼ごろ、 からですね、えー、午後にかけては、徐々に徐々に積雪の深さが増していく画像がプロットされております。えー、っと、この色はですね、えー、薄い青ですから20センチから50センチの積雪を表しております。熊本県と宮崎県の県境、熊地方ですね。えー、これからの積雪に十分にご注意をいただければと思います。 あと四国地方でも徐々に徐々に積雪の深さは減っていくんですが、まだ積雪が残る画像がプロットされております。そして中国地方。特に山陰地方はですね、1メートル超えのエリアも予報されておりまして、1メートル超えの積雪の深さがプロットされております。鳥取県の大山町のあたりですね。ご注意いただきたいと思います。 えー、そして、近畿地方北部、北陸地方、東北地方に至るまで日本海側を中心に積雪の深さ、えー、画像がプロットされておりますが、そして気になるのが青森県の内陸の部分ですね。こちらのエリア、3メートル超えの積雪の深さがプロットされております。位置なんですが、あこの十和田湖の北側のあたりですね。 えー、青森県の黒石市のあたりになろうかと思われます。えー、3メートル超えの積雪の深さがプロットされておりますので、十分にご注意をいただきたいと思います。えー、ちなみにですね、このスカイ温泉が、あこのあたりですね、国道394号線沿いにスカイ温泉があるんですけれども、 マスカイ温泉というかスカイユが、この394温泉沿いにあるんですが、このスカイユの位置と一致しますね。この3メートル超えの積雪の深さがプロットされておりますので、十分にご注意をいただきたいと思います。そして北海道地方でもですね、まずはルモイ地方、2メートル超え。 同様にですね、この2メートル超えの積雪の深さがプロットされているエリアはですね、北海道の車庫コ頂町のあたりですね、かなりの広範囲で2メートル超えの積雪の深さがプロットされておりますので、こちらの地域もですね、引き続き警戒が必要になります。十分にご注意いただきたいと思います。 また被災地であります能登半島もですね、やはり積雪の深さがプロットされております。週間環気層予想もご覧いただきたいと思います。28日の午前9時、本日の夜9時、29日、30日、31日、2月の1日、2月の2日になりますとですね、上空1500メートル付近、平地でも雪を降らすと、 平地でも雪を降らす目安とされるマイナス6度の寒気が、また南下をし始めてきます。日本列島の大部分とは言いませんが、中国地方のあたり、関東地方北部、それと近畿地方北部、北海道、東北地方、北陸地方はほぼ全域。 えー、かなりの難化をしてくるので、えー、注意が必要となりそうです。それではウィンディーによります。最新情報、降雪のですね、九州地方の内陸部を中心に、まずご覧いただきたいと思います。まずは、あ世界最高クラスの予報制度を持つと言われる、ヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースします。ECMWF モードからご覧いただきたいと思います。緑色でプロットされているエリアがベタ雪、黄緑色が雪混じりの雨を表しております。 九州地方の内陸部ですね。熊本県と宮崎県の県境のあたり。こちらは山間部の山沿いになろうかと思われるんですが、3時間ごとの降雪量を見ますとですね、3.3センチ、3.5センチのエリアがありますから、かなり大雪になる可能性もあろうかと思われます。この予報日時が28日の午前10時の予報になります。 え続きまして、アメリカ海洋大気庁 NOAA の気象モデルをベースします、アメリカ国立環境予測センター、NCEP ・全球数値法システムの大気循環の気象モデル、グローバルフォーキャストシステム、GFS モードによります3時間ごとの降雪量をご覧いただきましょう、ECMWF モードに比べるとです、ね、明らかに降雪のエリア、広くなっております。 白色でプロットされているエリアが降雪のエリアになります。2センチから1センチの3時間ごとの降雪量が予報されております。続きまして、ドイツ気象局、ドイツアウェターテインツの気象モデルをベースとします。アイコンモードでも、九州地方の内陸のですね、11時の時点のですね、3時間ごとの降雪量をご覧いただいているんですが、やはり九州地方、今も雪が降っている予報となっております。 ま、これが当たってるかどうかというのはですね、私にはちょっと、調べないとわからないので、もしですね、九州地方にお住まいの方、いらっしゃいましたら、コメント欄にて教えていただければと思います。すべて雪まじるの雨で、3時間ごとのですね、降雪量はいずれもですね、1ミリ前後ということで、それほど降り積もる予報にはなっておりません。それでは、アイコンモードで今後の積雪の動向、週間天気予報をご覧いただきたいと思います。 GFS モードこれ5日から6日にかけてです、ね、発達した低気圧が北東方向へ進んでいく予報が発表されております。今後の動向に注意をしながらです、ね、最新情報をこまめにチェックし続けていただければと思います。ECMWF モード 降雪のエリアは熊本県の阿蘇地方のみということで宮崎県との県境が降雪予報が発表されております。で、これも午後にはですね、やむ予報となっておりますので。 それほど降り積もるような雪ではないと思われますがウィンディの ECMWF モードにおきましてはですね3時間ごとの降雪量がかなり3メートルのところがありますので山間部では降り積もる可能性も泣きにしにもあらずというところでありましょうか3.3センチのところもあるということですね私からは以上となります ああ、プロットされておりますので次第に貼れ更新をしていただきます。えー、更新をおす更新をするような仕組みになっております。